ギブリは、イタリアの自動車メーカーであるマセラティが2013年から製造・販売する E セグメント高級サルーンであり、M157 はそのモデルコードである。ギブリの名称は、1990年代終盤にマセラティが2代目のギブリの生産を終了して以来、途絶えていたが、2013年4月に開催された、上海モーターショーにて、新型の3代目ギブリが発表され、 約15年ぶりにギブリの名称がマセラティのラインアップに加わることになった。新しいギブリは E セグメントに分類される高級スポーツセダンであり、マセラティが掲げた2015年までに年間5万台を生産するという目標達成を支える戦略的モデルである。そのセグメントが示すようにメルセデスベンツ E クラス BMW5 シリーズ、 アウディ A6 等の車種と競合する。上述したような車種の顧客を取り込みつつ、販売台数を伸ばすために価格設定は低めに抑えられており、日本では1000万円未満からでも購入可能である。このマセラティとしては価格を抑えて他社からの客を獲得するという目論みは成功しており、例えば二千十四年には総計約万六千五百台の車両を販売して、 前年比でプラス136%という記録的な伸び率を記録。そしてその内訳の6割以上をギブリが占めていた。E セグメントの乗用車としてはかなり大きいボディサイズであり、特に全幅に関しては一つ上位の F セグメントに属するメルセデス・ベンツ S クラスやポルシェパナメーラ等よりも大きい。フロントフェイスは 開発途上で描かれたレンダリングの時点で、すでに方向性が現れていた。グリルのデザインは、マセラティ伝統の大きな開口デザインとなっている。グリルのルーバーは大型で、中央にトライデントのロゴが配されている点も、マセラティの共通のデザインアイコンである。ヘッドライトおよびテールランプには LED が採用されている。サイドビューは4度汗ンながら、クーペのような、 流れるデザインを持ち、ドアもクーペで多く見られる、サッシュレス方式となっている。当然、サイドにもマセラティのアイデンティティが反映されており、フロントフェンダー金傍の三連ダクトや、C ピラーに配されるトライデントのサエッタロゴ等がある。マフラーは左右角2本、計4本出しと、スポーティな設定である。ボディカラーは、 二色のソリッドと九色のメタリックの計11色から選択可能で、ホイールは18インチから21インチまでのサイズで7種類から選択可能である。その他、エクステリアに関するオプションとしては、ロッソやブルー等のカラードキャリパー、サンルーフ、防弦機能付きドアミラー等がある。インテリアの特徴の一つに、運転席と助手席が、 独立的に設計されたダブルコックピットレイアウトが採用され、内装のスポーティさを演出している。また、ダッシュボードに設置された時計はアナログ式であり、これもマセラティの各車種に共通するデザインである。シートはイタリアの高級家具メーカーであるポルトローナ・フランが手掛ける上質なデザインであり、クラフトマンシップが息づくステッチ、トリムのオプションも合わせると、 非常に多様なバリエーションから選択可能である。また、エルメネジルドゼニアと組んで開発されたゼニアパッケージ、カーボンファイバーのデザインを取り入れたカーボンパッケージ等も存在する。エクステリア同様、インテリア及び車内エンターテインメントに関するオプション設定も豊富で、アルカンターラのルーフライニング、フロント及びリアのシートヒーター、フロントシートのベンチレーション、バワーズ ウィルキンスやハーマン・カードンのオーディオシステム等多岐にわたる。ギブリに搭載されるエンジンはガソリンエンジン、ディーゼルエンジン問わず全車、マセラティが設計した V 型6気筒、DOHC24 バルブヘッドのエンジンであるが、組み立てはマラネロにあるフェラーリの工場で行われる。グレードや年式によって様々なバリエーションがある。ありがとうございます。